ボーイング747ボーイング747リットル CF ドリームリフターボーイング747から400リットル CF ボーイング747から400リットル CF ドリームリフターボーイング747ドリームリフターはボーイング747から400を大きく改造、回収した大型の特殊貨物機である。ドリームリフターは 夢を運ぶが語源の愛称であり、正式名称はボーイング747から400リットル CF。末尾にある LCF はラージカーゴフレイターの略である。なお、香港では以下同期のことをドリームリフターに統一して表記する。2006年9月9日に初飛行を果たしたドリームリフターはボーイング787の部品を世界各地の 製造場所からボーイング社の最終組み立て工場があるシアトルに輸送するために中古のボーイング747から400を改修・改造したワイドボディ貨物機である。機種より後ろの胴体部分が大きく膨らんだ奇妙な形態をしていることが同機の何よりの特徴であるが、これによって747から400回の3倍ほどの量の貨物を輸送できるようになった。 当初中古機からの改造は台湾のエバーグリーンアビエーションテクノロジーズ社によって台湾東園国際空港の整備場で行われ2006年に初号機が就航したのに続き2007年に2号機2008年に3号機が初飛行を果たしたなお当初は3機のみの改造予定であったが2010年に4号機が初飛行し現在も4機体制を継続中である これら4機はいずれもボーイングが所有している。同機の運航は2010年7月まではエヴァー・グリーン航空により行われていたが、同年8月からはアトラス航空に受託契約が変更された。この変更に合わせ、機種付近の窓に若干のマイナーチェンジが実施された。なお、コックピットを除いて機内は予圧されていない。イタリアグロッターリエ、カンザス州ウィチタ、 サウスカロライナ州ノースチャールストンなど世界各地の工場で製造された787の主翼や胴体、エンジンなどの大型部品を分解しないまま機内に搭載し最終組み立て工場であるワシントン州エヴァレット工場へ輸送する。787を一機製造するためだけにドリームリフターによる12回もの飛行が必要とされる。ちなみに ドリームリフターが使用するシアトルの空港はペインフィールド空港である。以下の表はドリームリフターと747から400との基礎データを比較したものである。胴体が72メートル近くまで延長され、これほどの大幅な延長は当時747ファミリーでは初めてであった。現在では747から8が就航したため、胴体はさらに長い76メートルに達した。 機体内部空間確保のために、胴体幅、は高さともに拡大され、通常の747から400回の3倍ほどになる1840メートルもの貨物、搭載部容石を誇る。機種、主翼、ビブなどは747から400から大きな変化はないが、機種より後ろの胴体だけがむくれ上がっている。機体の左右を安定させるために垂直尾翼も大きく。 なり、機体前高は2メートルほど高まった。ドリームリフターでは、貨物口は機体後方部にあり、ビブの左舷側にヒンジがある。この貨物口の開閉は、専用の特殊車両でビブを支えながら、胴体を輪切り状にして折り曲げる形で行われる。機内に貨物を積み込むために使われる、いわゆるリフトが一体化された特殊車両も用意される。ドリームリフターにも、 当初はウィングレットが装着された。しかし、試験飛行中に起きた振動の影響で急遽撤去されることが決まり、747から400ファミリーの中では、日本国内線専用仕様である747から 400D に次いで、ウィングレットを装備していない機体となった。日本には現在、名古屋の中部国際空港にのみ、ドリームリフターが飛来している。これは、 愛知県には787の機体の部品などを製造している工場が多いためである。初めてセントレアに飛来したのは2007年1月10日のことで、その際は2日後の1月12日16時30分にシアトルに向けてセントレアを飛び立った。セントレアのフライトオブドリームズにはドリームリフターのフライトシミュレーターが設置されており、一般客も操縦体験が可能。 2013年11月20日21時30分頃、アトラス航空によって運航されていたドリームリフターはニューヨーク州のジョンカイケネディ国際空港を離陸し、カンザス州ウィチタのマッコーネル空軍基地へ向けて飛行していた。しかし、パイロットは誤ってマッコーネル空軍基地から9マイル手前のコロネル、ジェームス・ジャバーラ空港へ着陸した。 この空港の滑走路上はわずか6100フィートで、貨物機が使用するには、あと910メートル必要なはずであったが、機体は正常に着陸した。パイロットは当初、ビーチファクトリー空港へご着陸したと管制官に報告していたが、座標の確認を行い、コロネル・ジェームス・ジャバーラ空港へご着陸したことに気づいた。ドリームリフターは、マッコーネル空軍基地に着陸後、 付近のスピリットエアロシステムからボーイング787の胴体等をワシントン州エァレットへ輸送する予定だった。同期は翌日、無事離陸し、マッコーネル空軍基地へ着陸した。この事故に対して国家運輸安全委員会が調査を行った。ありがとうございます。